マーガレット・カーチス。マーガレット・カーチスは、米国人のゴルフ及びテニスチャンピオンで、中世のソーシャルワーカー。マサチューセッツ地域のマンチェスター・バイザシー20人兄弟の末っ子として生まれた。父親は、南北戦争中北軍の陸軍機兵大佐だった。彼女の兄、ジェームズ・フリーマン・カーチスは、ニューヨークシティで、法律家になり、その後、ウィリアム・タフト大統領の時代には、 財務長官補を務めた。いとこのローレンス・カーチスは1897年から98年にかけて全米ゴルフ協会の副会長を務めた人間で、親類中にゴルフをするように進めて回った。このことで、マーガレットと姉のハリオットは小さい頃からゴルフを、始め、総王の年になり、マサチューセッツ女子ゴルフ協会のメンバーになった。1897年。 13歳の時に初めて全米アマチュア選手権に出場し4位入賞した。姉のハリオットは1906年に同大会で優勝した。健康上の問題で数年間大会出場できなかったが、1907年にはこの全米女子アマに決勝で姉を破って初優勝した。この年イングランドのロンドン近郊、ウォルトンヒースで行われた。 ストロークプレー方式のトーナメントに参加した。同じパーティーにいたメズレットに5段差をつけた周囲で最終ホールを迎えた。ここでカーティスはティーショットを深いブッシュに打ち込んでしまった。密度が高く上力でトゲのあるブッシュで西ヨーロッパではありあふれたものだったがアメリカ人には馴染みがなくここで13ストロークを追やしてしまい優勝を逃した。 1908年の全米女子アマでは準々決勝でキャサリン・ハーレイに敗れた。1911年には準決勝でその年のカナダ女子アマと全英女子アマに優勝したドロシー・キャンベルを破り、決勝ではリリアン・ハイドに勝って優勝した。続く1912年にも全米女子アマに連続優勝した。この時もストロークプレーによる予選を首位で上がったが、これは 都合六回目だった。ゴルフも上手だったが、テニスでも卓越したプレイヤーだった。1九0 8年には、全米オープンテニスのダブルスで、イブリンシアーズと組んで優勝した。これにより、同時期に、ゴルフとテニスの全米タイトル両方を保持する唯一の女性となった。1九0 4年、カーティスは、ボストンのシモンズカレッジのソーシャルワークスクールの学生となり、これが、 その後51年間にわたる家族、法師協会活動のスタートとなった。第一次世界大戦中にはパリにわたり3年間難民局の長として赤十字活動に参加した。さらにその後数年間ヨーロッパ各地において赤十字活動を行った。1932年カーティスは姉とともに米国と英国の女子アマチュア代表選手、対抗戦である。 カーチスカップを立ち上げた。彼女は中世ゴルフ関連の活動を行ったが、1955年にはマサチューセッツ女子ゴルフ協会は、彼女とその姉の栄誉を称えるトーナメントを設立した。カーチスボールと呼ばれる、この大会の優勝トロフィーはカーチスカップのレプリカである。1958年には全米ゴルフ協会により、ゴルフに関する最高のスポーツマンシップを称える。 ボブ・ジョーンズ賞を授与された。1965年に82歳で死亡。ありがとうございます。